茨城県区間、小菓市、久能栃木県区間、小山市南伊大茨城県道、栃木県道190号境間ま又線は、茨城県佐島郡境町から、栃木県小山市に至る、一般県道である。小菓市内において一部県道指定が途切れている区間が、あるほか、終点付近は境愛区間となっており、県道にもかかわらず一時停止が連続している。 1959年10月14日、新たな県道として、茨城県佐島郡境町を起点とし、栃木県下津賀郡ままた町を終点とする区間を、本路線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号190に変更されて、現在に至る。道路法の規定に基づき、佐島郡境町塚崎道間及び、 がしたかの小菓子高野同志コッみ間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が 極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ありがとうございます。